三振広めたい沖縄の前チンこと前田明やいビーン。さあ今日も、沖縄那覇、三振体験、一坪スタジオから、今日は、八重葉民謡の、鳩間島武士を、鳩間武士を、歌わせていただきました。この歌は、非常にこの舞踊曲っていうかね、結構、有名ですので、ご存知の方も多いかと思います。さて、今ですね、私たちコム三振広め隊は、世界に、インターネットを通して、沖縄の三振を、広めていく活動をしていますけども、その活動の中でですね、3年半、今年4年目になりますけども、あることを私気がついたんですよね。それ何かというと、沖縄の人のメンバーが少ない、ということでですね、地域に、密着をしながら、地域で、三振の、魅力を知りながら、まだ、三振にトライしてない、あなたに、これからですね、私のこの、自宅の一部、一坪をですね、三振スタジオということでですね、発信スタジオということで、ここからインターネット、そして動画、そして、レッスンも、体験レッスンですね、それを通して沖縄の三振の魅力を広げていきたいなと、そんな感じで、作りました。今年は、1000名以上のですね、メンバーが、達成する予定でございますので、そしてまた、来年はですね、世界のウチナンチュ大会という、10月に予定されて、いるようですので、ぜひとも、世界中からですね、ウチナンチュが、沖縄に行きますので、その時に向けてですね、いろいろなイベントを通しながら沖縄の三振をまたインターネットで広めていきたいなと思います。そして三振を通して沖縄の魅力を、そして沖縄の産業をですね、今植田隊長とともに、IT を使って、たくさんの人たちにその商品が届くようにですね、仕組みを作って講座などをやっております。またIT 講座にですね、興味のある方は、ぜひとも、ご一報いただけたらなと思います。私のこの、下の、説明の方にですね、 YouTube の説明の方に、隊長の、講座が受けられるように、リンクが貼っておりますので、ご覧いただけたらなと思います。それでは沖縄愛、ここからまた、広げていきたいと思います。またやーさい。